こんにちは、こんばんは、ホビドワです。今回の動画ではローグライト、ローグライクアクション作品で個人的におすすめの作品をざっくりと短くまとめて紹介していきます。また、ローグライクアクション作品は厳密にはローグライト作品となりますが、視聴者様がわかりやすいようにローグライクという単語を使用させていただきます。本動画下記の概要欄に貼っているストアページのリンクは PC 版作品のものになっていますが、PS や Switch でも発売されている作品もあるのでぜひそちらもチェックしてみてください。では紹介の方に入りましょう。まずはこの作品から。メタリックチャイルド、掴んで投げて壊す。見下ろし型視点のローグライクアクション。永続強化とアンロック要素あり。宇宙船ライフストリーム号内で勃発した大規模な反乱。機械の少女、メタリックチャイルド。ロナは生みの親であるアイリーン博士の暴走を止めるため、巨大な敵ロボットの一団に立ち向かっていく。このタイプの作品としては珍しく、ステージ選択型の作品となっており、各ステージのボスを撃破することによって MC スキルを入手することができる。戦闘は派手で爽快感があり、良くも悪くも大雑把な調整になっている。難易度調整自体は細かく設定できるので、アクションが苦手でも楽しめるだろう。発売後にかなりのバランス調整と追加アップデートが行われているので、プレイ済みの方ももう一度チェックしてみてはどうだろうか。タイニーローグ、シンプルなデザインの見下ろし型視点ローグライクツインスティックシューター。ユニークな武器を発見し、魔法のアイテムを集めレベルアップして高難易度のダンジョンを攻略しよう。先ほど言ったようにシンプルなゲームデザインとなっており、これという特徴はないが、このタイプの作品の基本を抑えた小粒の良作になっている。もちろんリプレイ性も高い。値段もお手頃なので、ちょっとした作品をプレイしたい時にうってつけだ。アロボットネームドファイト、メトロイドバニア系ローグライク 2D アクション。機械仕掛けの神々が天へ去り、下級ロボットに世界の開拓を任せてから数千年の平和が過ぎた。だがその平和は巨大な獣によって終わりを告げる。醜い獣は怪物たちを世界に解き放ち、ロボットたちを苦しめる。君はロボット世界の唯一の希望となり、平和を取り戻すべく奮闘することとなる。戦え、正義のロボットよ。ローグライクな要素としては、その集会で入手していたパワーアップやアップグレードアイテムを死亡時に全てロストし、初期化された状態でのプレイになる。マップもまた集会ごとにある程度ランダム生成される。探索自体が面白いだけでなく、操作性やアクションはスーパーメトロイドに非常に似ており、好きだった方はぜひチェックしてみてほしい。集会を前提としない場合はボリュームは少なめである点に注意だ。ヴァンパイアハンターズ、ワンサバ系作品に影響を受けて開発されたローグライク FPS。 永続強化要素あり、あまたの銃を使いこなし、化け物どもに自慢の火力を見せつけてやれ。敵の大群を倒しながら制限時間を生き抜き、ボスを撃破することが目的。発売初期は正面へと強制スクロールしていくタイプのステージモードのみであったが、現在は様々なタイプのステージが追加されており、ボリュームが格段に向上した。アクション面では複数の銃を組み合わせて撃ちまくれる点が個性的で面白い。インディーズらしいアイデアに満ちた、ドゥームとバンサバの愛の子のような作品。オブリビオンオーバーライド、デッドセルズフォロワー系ファストペースな横スクロールローグライクアクション。戦闘ロボットを操作して人類の忘れられた過去を暴き、ロボット文明の未来を探ろう。アクションや回避などは本家デッドセルズよりも出が早く、全体的にゲームテンポは早めな作りになっている。戦闘面のバランスの出来が良く、特に挑戦的なボス戦はアクション好きにはたまらない。数少ない不満点としては、一部の行動を回避などでキャンセルすることが不可能であるため、操作面にややストレスがあること。アンダーマイン、炭鉱夫を操作して鉱山を攻略するシンプルなアクションが特徴的な見下ろし型視点のローグライクアクション RPG。 永続強化要素があり、難易度を緩和できる作品ではあるものの、シンプルなアクション性の割にプレイヤーの知識や技術を試す要素があり、やりごたえ抜群の作品。拠点でお金を支払うことで装備を入手、強化可能で、これらの装備は時代以降のキャラクターにも永続的に引き継がれる。
る。ダンジョンの構成以外のランダム要素としては、能力を強化するレリック、祝福や呪いと呼ばれるパッシブの配置が周回ごとにランダムになっている。レリックは設計図を発見後に拠点で新しいものを解除していく仕組みになっている。注意点としては、先ほど言ったようにシンプルなアクションとどこか愛嬌のある見た目に反してプレイヤースキルが重要となるゲーム性になっているので、アクションが苦手な方は気をつけてほしい。また続編も現在開発中のようなので、気になったのならそちらも合わせてチェックしてみるといいだろう。イモータルレッドネック。ヘッドショットの概念がなく、とっつきやすい作りのカジュアルなローグライク FPS。 FPS 作品での基本的な立ち回り方を覚えることに適している。スキルツリーでステータスの永続強化やキャラクタークラスのアンロックを行うことが可能。ステージ内のランダム要素やクラスごとの初期武器や特殊能力の違いがしっかりと設定されているため、リプレイ性が高く中毒性の高い作品。ローグライク FPS 作品の先駆けともなった一作であり、このタイプの作品が好きであればマストプレイ。ただし他の同タイプの作品と同じように難易度は高めなので、根気よくプレイしてプレイヤースキルを上げていこう。負けてもくじけてはいけない。ライジングヘル。前編にわたってメタルな BGM が非常にかっこいい縦スクロールローグライクアクション。血に飢えた魔物の軍勢と戦いながら変化し続ける地獄をよじ登って脱出せよ。メタルの神の籠よあれ。シンプルなアクションとシステムでステージはサクサクと進み、テンポよくプレイできる。ローグライク作品でおなじみのいくつかの適度なランダム要素も当然登場する。ステージ内で入手できるブライトという通貨を消費して、キャラとパッシブ効果のあるアイテムを永続的にアンロック可能。またプレイしていくことで入手できる経験値を貯めることでアンロック可能なアイテムがさらに追加される。ワンステップフロムエデン。ロックマンエグゼシリーズにインスパイアされた戦闘が特徴的なローグライクアクション RPG。 プレイアブルキャラクターやスペルなどのアンロック要素あり、200以上のスペルと100以上のアイテムから強力なデッキを作り上げ、自らの運命を切り開くのだ。道中の選択肢でエンディングが変化するマルチエンド要素あり、カードあるいはチップのような仕組みのスペルはプレイごとに入手できるものがランダムになっている。ただしある程度入手できるスペルの方向性を決めることができるシステムが搭載されている。そのためゲームシステムに慣れてくるとデッキの方向性を決めてある程度のビルドを組むことができる。ローグライクということもあり、所持しているスペルは周回ごとにリセットされるものの、本作はエグゼ系作品としては屈指の良作となっている。エンプティシェル。日本の島の廃棄された秘密施設を舞台にした見下ろし型視点のローグライクサバイバルホラー。フリーの回収業者となり、危険で満ちた施設を探索し、目的を達成して生きて帰還することが君の役目だ。非常にシンプルなゲーム性で、プレイ自体に特徴はないが、映像と文章、音などによる表現がうまく、独特な雰囲気が楽しめる。インディーズらしい良作。ホラーだけでなく SCP やバックルーム系好きにもおすすめだ。一方で一部を除いて永続強化やアンロック的な要素はなく、そちらの要素を好まれるプレイヤーにはあまり向かない作品。スピリットフォール。ファストペースな 2D ローグライクアクション。仲間たちの助けを得て強力な敵の軍勢に立ち向かえ、アンロック&永続強化要素あり。アクションはこのタイプの作品としては基本に忠実でストレスがなく、特徴としては空中コンボができ、空中コンボ中にのみ発動するパッシブなどが登場する。ステージ内に登場するランダム要素はおおむねこのタイプの作品を踏襲したものになっている。こちらがメインというわけではないのだが、ランダムイベント、ミニゲームの一つがスマブラ風になっているのだが、これがかなり面白く、本作最大のユニークな点とも言える良作ローグライクアクション。
ヴァンパイアサバイバーズ、沼戸が高い見下ろし型視点のローグライクカジュアルアクション、何千もの恐ろしい夜の化け物を退治して夜明けまで生き延びろ、アンロック&永続強化が豊富でやり込み要素が豊富、ゲームルールは簡単で30分生き残る、攻撃は自動で操作も移動のみになっている、レベルアップでランダムに入手できる武器やアイテムでビルドを組むことができる、コスパが良すぎる良作、ステージ内のランダム性が低いことがたまに傷、いわゆるバンサバローグライクアクション作品の本家、バンサバ系作品が好きな方はぜひともこちらをプレイして本家の作りをチェックしてみよう。ナイトメアリーパー、ルーターシューターとローグライクな要素を兼ね備えたブーマーシューター系 FPS、強力な武器を見つけ能力を向上させながら呪われた悪夢の深淵に挑戦しよう、永続強化要素はあるがゲーム自体のバランスが良く、 FPS に自信があるならば無強化で進めることも可能だ、また武器の出現やステージなどのランダム要素こそあるもののローグ的な要素はかなり薄い、そのため他のローグライクなシューター FPS よりも硬派でプレイヤーの腕が試される作りとなっている、苦手な方はご注意を。ヒーローズ・オブ・ハンマー・ウォッチ、見下ろし型視点のローグライクアクション RPG、 ランダム生成されたダンジョンを1人であるいは最大3人の仲間と共に攻略せよ、永続強化、アンロック周りの要素が非常に強く、 RPG 的なやり込みを好むプレイヤーにはたまらない、アクション性やランダム要素も豊富でローグライクアクション作品らしいリプレイ性の高さも魅力的、特徴の異なる様々なクラスでプレイすることができ、アクション的な違いもあるのでそちらの面でもリプレイ性が高い、クラスの違いと他のクラスとのシナジー的な効果もあり、特に協力プレイが面白い作品であるため友達を誘ってプレイしてみてはどうだろうか、全体的にまとまった良作となっているのでぜひともプレイしてもらいたいおすすめの一作。ローグヒーローズ、テイソスの遺跡、ゼルダの伝説4つの剣を彷彿とさせる見下ろし型視点のアクションが特徴的なローグライクアクション RPG、 ランダム生成のダンジョンに仕掛けられた謎を解き明かしながら世界を脅かす巨人を打倒せよ、協力プレイも可能、見下ろし型視点のゼルダライクアクション作品の数自体は少なくないが本作は原作ほぼそのままにローグ要素をプラスしたありそうでなかったタイプの作品だ、キャラクターの動作、音、仕掛け、原作へのリスペクトが随所から見て取れる、特に影響を感じられたのがダンジョン以外のマップとフィールドだ、また協力プレイ時のプレイヤー人数に応じてリアルタイムでダンジョン内の仕掛けが変化する要素も面白い、クラスの変更や永続強化要素もあるためこのタイプの作品としては難易度は比較的低め。苦手テール、可愛い魔物っ子たちが登場する見下ろし型視点のローグライク 3D アクション、若き冒険家でありエンジニアでもある主人公ロイは飛行機での事故によって不思議な雲に吸い込まれ魔法生物の住む奇妙な世界へとたどり着いた、彼は魔物っ子たちの力を借りながら飛行機を修理し自分の世界へ帰る手段を探すのだった、アクション面では近距離攻撃、遠距離攻撃、回避、使用するとクールダウン付きな道具、これらの4種類を駆使して戦闘を行っていく、拠点となる下水道でのステータスの永続強化と武器や道具のアンロック要素もある、一言で言うとカジュアルなハデス系作品となっている、バランス面では本家ほどの作りではないものの決して悪いわけではない、可愛らしい魔物っ子が気になったのならプレイして損はないだろう。ロボクエスト、ボーダーランズシリーズを彷彿とさせるコミカルなグラフィック表現が特徴的なローグライク FPS、 アンロック永続強化要素あり、再起動によって目覚めた護衛用ロボガーディアンとなり邪悪なロボたちをやっつけながら爽快にステージを攻略しよう、疾走感のあるスピーディーなゲームプレイでスポーツ系 FPS に近い操作性となっている、武器ごとの違いがはっきりしていて無駄になる武器がないことも
交換色、ちょっとしたルーターシューター系作品の要素があり、武器の組み合わせやステータスの振り方でビルドを組むこともできる。協力プレイにも対応しており、友人などを誘ってプレイしてみるのもいいだろう。ソロでプレイするのとはまた違った面白さがある。ケリポット、獣属性の高めな弾幕系探索型ローグライク 2D アクション、永続境界要素あり、謎の最悪が小さな町セレファイスを突如襲った。巻き込まれた白虎族の双子はどう立ち向かうのか。本作のアクションは直感的に操作できるとっつきやすいものになっているが、ボス戦などの難易度は難しめに設定されている。ボス戦では敵が弾幕系の攻撃を行ってくるため、慣れるまではなかなか回避がうまくいかないかもしれない。だがプラクティスモードが拠点からアクセス可能なため、ボス戦だけをいつでも練習することが可能だ。ボスは強いが、決して理不尽な調整が施されているわけではないため、敵を撃破した時の達成感がたまらない。永続強化要素としては、クエストを攻略することでルーンと呼ばれる強化アイテムを入手することができる。ただし他の同タイプの作品と比べて永続強化要素は薄めである点に注意だ。ガンファイアーリボーン、可愛いアニマルたちを操作して冒険するローグライクルーターシューター系 FPS。 永続強化アンロック要素あり、様々な能力を持つヒーローを操作してランダムにドロップする武器と装備品でビルド構築を行いながら、ランダム生成される挑戦的なステージを攻略せよ。ルーターシューター系だが、他の FPS 作品に比べてヘッドショットが行いやすく、システム的にもカジュアルとなっている。強化要素もあるため、ある程度強化を行ってから本格的に攻略を行うという点もある。不満点としては、属性ダメージ系の組み合わせが恐ろしく強いため、成功法としてはこれらを使用、強化するビルド構成が強い。そのため、ある程度慣れてくるとビルド構成が固定に近い状態になる場合も。ホールオブトーメント、ディアブロ風バンサバライクな見下ろし型視点のローグライクアクション RPG。 永続強化アンロック要素あり、冥界の支配者たちが待ち受けるホールオブトーメントに降り立て、成長要素として通貨を使用しての永続強化要素。本作最大の特徴でもあるステージ内で入手した装備品を回収し、以降装備できるようになる装備品引き継ぎシステムがある。ちなみに装備品に付与されている能力はディアブロライク作品のようにランダムではなく固定となっている。その分ビルド構成やキャラクターによっては強力な装備品が多い。またこの他にクエストシステムが採用されており、これらをこなしていくことで強化や能力、アイテムをアンロックすることが可能だ。アクション面では敵が個性的で、それぞれ攻撃パターンが異なり、バンサバ系作品としては爽快感よりもアクション性を重視した良作となっている。他のバンサバ系と比べると硬派な操作性やアクションとなっているので、少し変わった作品をプレイしたい方におすすめの一作。デスズマストダイ、ハデスプラスディアブロのシステムを取り入れた見下ろし型視点のバンサバ系ローグライクアクション。永続強化要素あり、神々に選ばれた英雄を操作して死とその眷属を打倒せよ。能力やアクションはハデスを参考に、装備品周りのランダム付与される特性などはディアブロを参考にした良質なシステムに仕上がっている。特に神々の恩恵はハデスと似た仕組みを取り入れているため、分かる方にはある程度ズルをして狙いのものを狙ったプレイも可能だ。同タイプの作品であるホールオブトーメントと比べると強化要素が豊富で、回避アクションも取り入れているため全体的に簡単になっているのでとっつきやすい。 20XX、 13XX、ロックマン X シリーズにインスパイアされた完成度が非常に高いローグライクアクションシリーズ。X シリーズのアクションと操作性にローグライク要素を足したらこのようなゲームができるのではないかという作品。今回紹介している作品の中では個人的に一押しの作品だ。
基本は遠距離型のニーナと近距離型のエースを使用してプレイできる。ダウンロードコンテンツで追加キャラクターでプレイすることもできる。ちなみに1作目である 20XX と2作目である 13XX ではステージ構成とアクションの方向性が少々異なっているので、シンプルにどちらも楽しめる作りになっている。マニアックな話になるが、例えば 20XX のジャンプ性能はやや本家ロックマン寄りであることに対して、 13XX は X 寄りになっているといった具合だ。ボムスリンガー、ボンバーマンシリーズに影響を受けた見下ろし型視点のローグライクステージクリア型アクション。リトライジに引き継ぎ要素はなく、新規アイテムが徐々にアンロックされていく。かつて無慈悲な盗賊だったが、牧場主となったボムスリンガーとしてポンチョを羽織り、妻を残酷に殺された復讐の旅に出よう。敵の大群を爆破して切り抜け、かつての仲間を倒し、リーダーであるガンスリンガーとの最終決戦に挑め。ボンバーマンとの大きな違いとしては、ブロックを壊してもパワーアップアイテム入手することができず、主人公のレベルを上昇させることでパワーアップが入手できるようになっている点だ。シンプルで面白く、隠れた良作と言える作品。ゲーム性も相まって、慣れるまでは難易度が高めである点に注意だ。アモンアエテルナ、メトロイドバニア風ローグライクアクションとなったアエテルナ・ノクティスの前日談にあたる外伝作品、いわゆるローグバニア系作品。永遠の時を生きる暗黒の王を操作して永遠の戦いに身を投じよう。永続強化アンロック要素あり。強化要素周りはデッドセルズを参考にしているようで、仕組みが少し似ている。ギミックや地形、敵の攻撃パターンなどのアクションプラットフォーマーとしての完成度が高い。ランダム要素が少なめで、プレイヤースキルがはっきりと出る作品。ステータスの永続強化要素があるため、ある程度キャラクターを強化して難易度を緩和することも可能だ。スカージブリンガー、シンプルかつ爽快なアクションが特徴的なローグライクアクション。主人公キーラを操作して未知の世界を探検し、古代の機械群を切り倒して彼女の過去と人間性を取り戻そう。スキルツリーで能力をアンロックしていくことでキャラクターを永続的に強化する要素あり。アクション性は良好で、特にボス戦は弾幕系シューティングのような戦闘を楽しむことができる。敵は序盤から容赦のない攻撃をしてくるが、しっかりとパターン化されているので、挑戦のしがいがある作りになっている。本作最大の特徴として、オプションからいつでもゲームの速度を変更することができ、アクションが苦手な方でもスムーズにゲームをプレイできるようになる画期的な機能がついている。ボス戦だけをスローにするということもできるので、慣れないうちはこの機能を試してみるといいだろう。エンジェルストラック、天国へと続く門を目指し迫り来る天の使者たち相手に戦い抜くローグライクアクションツインスティックシューター。永続強化&アンロック要素あり。最高に決まった BGM を聴きながら、最高にハイな武器と能力で敵を蹴散らせ、非常に爽快なゲームプレイと BGM が魅力的な良作。基本的にはプレイヤースキルベースな作品となっているので、難易度は少し高め。不満点としては、同タイプの作品と比べるとランダム要素やリプレイ性が低く、ボリュームの面では繰り返しプレイを前提としない場合はボリュームは少なめ。マレット・マット・ジャック、80・90年代のアニメに影響を受けたグラフィックが特徴的なローグライク FPS。 10秒しかない時間を有効活用し、敵をほふりながらプリンセスの待つビルの最上階を目指せ。アンロック要素あり、時間制限のないモードも用意されている。爽快感とスピードを重視したゲームデザインとなっており、触っているだけでも楽しい超良作。シンプルでとっつきやすい点も高評価。プレイするストレス軽減剤だ。これといった不満点のない作品ではあるが、永続強化アンロック要素は少なめなので、そういった面でのボリュームは少なめである点に注意してほしい。フットガンアンダーグラウンド、ローグライクとサッカーが融合した独特なプレイフィールを持つローグライクアクション作品。美しいピクセルアートで表現された地下世界を冒険し、ボールを駆使して凶暴な敵に立ち向かおう。ボールは友達だ。友達を敵にぶつけよう。ボールを敵に当てることでダメージが与えられるという独特なシステムを採用しているが、操作がシンプルでとっつきやすく、プレイフィールはストレスフリーになっている。ボールを操作するいくつかのテクニックが存在
在し、アクションプレイヤーも楽しめる作り。一風変わったアクションを楽しみたい方におすすめ。ちなみにアイテム周りのアンロック要素もあるが、永続強化要素はないので注意だ。ザ・ローグ・プリンス・オブ・ペルシャ。デッド・セルズの元開発元が送るプリンス・オブ・ペルシャシリーズのローグライクアクションとなったガイデン作品。シリーズらしいアクロバティックで爽快なアクションを駆使して、フン族の侵略からペルシャを救い英雄になろう。軽快な戦闘もさることながら、シリーズらしいアクションをうまく本作用に落とし込んだプラットフォーマー要素が最高だ。操作しているだけでも楽しい。これといった不満点はないものの、本動画投稿時点ではアーリーアクセス中であり、ボリュームが少ない点に注意してほしい。またプラットフォーマー要素が強いため、良くも悪くも他のローグライク作品とは少し違ったプレイフィールである点にも注意してほしい。ドラゴンイズデッド。ハクスラ、探索、キャラ育成とカスタム要素など様々な要素を取り入れたローグライクアクションプラットフォーマー。度重なる死を乗り越え、ダークドラゴンのリーダーゲルニアンを倒そう。ビルド構築やアイテムのトレハン要素が面白い一作。アクション面の出来も良く、アクションと RPG 面を混ぜたバランスが絶妙。ハクスラとアクション好きはプレイして損はないだろう。特に高難易度ではアイテム周りだけでなく、敵の攻撃や動作を見極めてしっかりと回避をすることが重要となる。本動画投稿時点ではアーリーアクセス中であるため、今後のコンテンツ追加にも期待したい。デッドセルズ、ローグバニアを歌うローグライクとメトロイドバニア系要素を合わせた横スクロールローグライクアクション。ローグライクアクション作品らしい要素が多く、マップの形状はプレイごとにランダム生成され、入手できる装備も変化する。アクション面では多分にソウル系の操作やアクションを参考にしており、シビアで緊張感のある戦闘が特徴的。全体的に高難易度でやり込みがいがあり、クリア時の達成感も強い作品。プレイすればするほど面白くなるタイプだ。プレイを通して入手できる通貨を使用することで、新しい武器のアンロックや永続強化を行える要素もあり、 RPG 的なやり込みも行える。ランダム要素の多いゲーム性とやり込み要素で全体的に中毒性、沼度が高い。ハマりすぎに注意だ。スター・オブ・プロビデンス。知名度の割に完成度の高いローグライクアクションツインスティックシューター。小さめなフロアを手持ちの武器で攻略していくテンポの良い作りのシューティング作品。敵は容赦なく弾幕を張ってくるので、スリリングなゲームプレイを体験できる。どの敵も個性的で、このタイプが好きな方は問題なく攻略を楽しめるだろう。アクションや操作性だけではなく、クリア済みのフロアにファストトラベルができるなど、プレイアビリティとユーザビリティに優れている。先ほど言ったように全体的な完成度が高く、これといった気になる点はないが、基本的にはプレイヤースキルに依存した作品となっているので、アクションが苦手な方はご注意を。ハデス。冥王ハデスの息子ザグレウスを操作して冥界からの脱出を試みるクォータービューのローグライクアクション。永続強化、アンロック要素あり、複数の武器から好みのものを選択して戦闘をすることが可能で、いずれの武器を選択してもスピーディーかつ爽快なアクションが楽しめる。神々の恩恵を入手することでプレイ中の周回で特殊な能力やパッシブ効果を得ることが可能。全体的な完成度が非常に高い作品であり、様々な作品に影響を与えた超良作。続編も発売されているので、気になった方はチェックしてみるといいだろう。ローグレガシー2。伝説のローグライクアクション、ローグレガシー待望の続編。やられても諦めてはいけない。次世代へと希望とお金を託してランダムに生成されるダンジョンを攻略せよ。今作では永続的に移動能力を強化することで探索可能な範囲が増えるメトロイドバニアの要素が盛り込まれた。抜群の操作性や爽快感、自キャラを強化して強くなっていくことで得られるカタルシス、まさにローグレガシーの正当な続編といった作りになっている。前作も未プレイだったとしても、洗練されたことでプレイがしやすくなった今作から試してみてもいいだろう。ローグ系の横スクロール作品としては群を抜いてクオリティの高い作品に仕上がっている。そしてこのタイプの作品としては珍しく、 RPG 的な永続成長要素が非常に多く、やり込み要素が非常に豊富だ。悪い点をあえて挙げるならば、強化やり込みを前提としたシステムになっているので、初期から全て解放されているタイプの
のローグライクアクションが好きな方はご注意を。月風魔伝アンダーイングムーン、ハイスピードな戦闘が楽しめるローグライクアクション。永続強化アンロック要素あり、地獄の監視者である一族当主となり、異変の元凶を立つべく訪れるたびに形状の変化する地獄の最深部を目指せ、あまたの死を乗り越えろ。いわゆるデッドセルズ系作品となるが、アクションはより硬派になっている。ランダム要素も低め、バランスの調整不足、エフェクトなどの影響による視認性の悪さなどが目立つものの、アクション性の高さとアンロックや強化要素などのやり込み要素が豊富。良作ではあるが、かなり人を選ぶ作品に仕上がっている。いかがだったでしょうか。皆さんは今回紹介した中で気になった作品やプレイしたい作品はありましたか。ぜひコメントで教えてください。今回紹介した作品の PC 版ストアページやストアページが未公開の作品は、公式ページへのリンクを動画下記の概要欄に貼っているので、気になった方はチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ホビドワでした。